パウル・レニは、ドイツの映画監督、美術監督。ドイツ表現主義の重要人物。はじめドイツで、後に、アメリカに渡って、映画を撮るが、敗血症により、創生した。英語読みで、ポール・レニと表記されることもある。1885年7月8日、シュトットガルトのユダヤ人家庭に生まれる。王立芸術アカデミーに学んだ後、舞台美術家となる。 1913年以降、ヨーエマイ、エルン・ストルビッチ、リヒャルト・スワールド、EA ・デュポンなどの映画の舞台美術や衣装デザインに関わる。1917年からは監督も手掛ける。ドイツ時代の代表作、裏町の回廊屈は当初四部構成として企画されたが、予算が底をついて最終章を撮影できなかった。また、アニメと実写でクロスワードパズルを完成させる。 ディブスフィルムという実験的な連作も撮っている。1927年、カール・レムリに招かれてアメリカに渡り、ユニバーサル・スタジオで猫とカナリアを撮る。ジョン・ウィラードの同名儀曲の映画化で、幽霊屋敷の演出は、後のユニバーサル・ホラーに多大な影響を与えた。この映画自体も1939年、ボブ・ホープ主演でリメイクされた。 翌1928年には多額の予算をかけてビクトルユーゴー原作の笑う男を監督した。1929年ザ・ラスト・ウォーニングを監督、猫とカナリアの人気に乗じたミステリー映画だった。この映画はレニの遺作となった。公開から8ヶ月後の1929年9月2日、レニは未治療の歯から感染した敗血症により、 ロサンゼルスで亡くなった。44歳であった。雑誌、ダスプラケット1920年10月、映画特集号の表紙美術監督として、監督として、ありがとうございます。